こんにちは。今回はチョコビーズファイヤーポリッシュを使って椿のピアスを製作しました。では材料と製作の様子をご覧ください。ビーズは赤のチョコビーズファイヤーポリッシュ4mm、パールビーズ3mm、特徴ビーズ、丸状ビーズを用意します。スタッドタイプのピアスフックを用意します。では作っていきます。テクスは2号のものを40センチ2つ用意します。テクスに丸状ビーズを5つ通します。テクスを一度結んで左側を10センチにします。もう一度テクスを結びます。長い方のテクスを利き手に持ちます。ビーズ一つにテグスを通します。チョコビーズを一つ取ります。先ほどテグスを通した丸小ビーズにもう一度テグスを通します。このようにして引き返しながらチョコビーズを5つ取り付けていきます。これでチョコビーズを5つ取り付けました。テクスを折り返して最後に取り付けたチョコビーズにもう一度テクスを通します。特徴ビーズを取って隣のチョコビーズにテクスを通します。このようにしてチョコビーズとチョコビーズの間に特徴ビーズを1つ取り付けていきます。丸状ビーズ1つでテクスを交差します。テクスをよく引き締めます。中央の穴にテクスを両方とも通します。
ルビーズでテグスを交差します。両方のテグスを再びパーツの中央の穴に通します。パールビーズが中央になるようにして丸小ビーズ一つにテグスを通します。テグスを2回結びます。結び目の隣にあるチョコビーズにテグスをそれぞれ通します。テグスをよく引っ張って結び目を隠し形を整えます。テグスをカットします。これで椿のパーツが完成しました。同じものをもう一つ作ります。作ったパーツをピアスにしていきます。粘度の高いボンドをパーツにつけてピアスフックをつけます。これで椿のピアスが完成しました。ご覧いただきありがとうございました。